というフィールドで神による天地創造が語られたことをご存知ですか。創造の喜びが、破壊の快感が、そして自らが神となることの心の高揚が、新たな装いに包まれて復活。今再びここにその名が刻まれます。ポピュラスト、ゴッドゲームと呼ばれ、リアルタイムシミュレーションというジャンルを生み出したあのポピュラスが、 DS のための新たなムーブメントとして再び降臨します。このゲームでプレイヤーは神となり、ゲームフィールド上に簡単に世界を創造することができます。そこに暮らす人々は、きっと神であるあなたを崇拝し、民族を繁栄させていくことでしょう。とはいえ、世界には敵対する民族が存在し、彼らを滅ぼさなければ自らの世界を完結することはできません。ダブルスクリーンとタッチペンによりインターフェースが向上し、マップの移動、土地の造成や変化、そしてアイコン操作などが直感的で、しかも簡単に行います。ただし、かつての不安には馴染み深いボタン操作もサポートしています。高い評価を得たポピュラスをベースに作成されたマップには、容易に建築物を建て人々を増やせますが、その中から戦いの矢面に立つウォリアーが育っていきます。さらにゲームの過程や戦いの中で、プレイヤーは地の神から火、水、風、木の属性を持った神に変貌できるようになり、その特性によって神として行う奇跡も変化します。しかし、敵対する勢力もまた成長します。その勢力こそが、このゲームの新たな要素、悪魔です。悪魔もまた異なった姿に変化します。属性による相性により、神と悪魔の勝負の行方が変化するのも、このゲームの醍醐味です。神は、そして悪魔がその力を振るい、鉄槌を下す時、世界の終末、ハルマゲドンは果たしてどの民族を選ぶのでしょう。さらに新たな要素がゲームに奥行きを持たせます。造成の中で現れることがある最悪の卵は、生まれいずる怪物により、双方の戦局に大きな変化を与えます。そしてワイヤレス通信機能による4人対戦をはじめとする多彩なモード、多彩なマップデザイン、神の戦いに変化を加えるミニゲーム、往年の名作がそのゲーム性に磨きをかけ、遊びやすく、かつさらに奥深くなってここによみがえりました。荒ぶる力にもてあそばれ、恐れを抱く、この世界を支配する興奮と不安から逃れるのは困難なはず。ポピュラス DS。